はい、皆さんこんにちは、レイです。ウィンターメニタジャケットを着てちょっとお散歩に出かけてまいりました。実はこれを撮影したのはちょっと前なんですけど、まだかなり暑い日でですね、今着てるのがウィンターメニタジャケットに付属でついてくるこれインナージャケットなんですけども、これを着た状態ではあまりに耐えられそうになかったので、まあ、グレーのパーカーをですね中に着てこれを抜いて着用していたんですけども、今ですね10月末急に冷え込んできてめちゃくちゃ寒くて、もうこういったインナーがですね本当にありがたい時期になってまいりました。でまずですねアウターを見る前にこのインナーの説明なんですけども、これ正面こうやって立った時にファスナーがこっちにこう曲がってるじゃないですか。これってそもそも何でかご存知ですか？これがまっすぐずっと着ている、例えばアウタージャケットとファスナーのラインが同じところにあると、この生地そのものというのは防風になってて風を通さないものの、ファスナーって金属があくまでこう噛み合ってるだけなので、そこって隙間ができてしまいますよね。そこから風がこう侵入してくるのをまあ避けるためにですね、ここをわざとオフセットしているという、そういった効果があります。あとですね、まあ、僕個人の考えなんですけども、ファスナーが同じところにやっぱ幾重にも重なっていくと、そこの金属の当たりというのがですね、体曲げた時になんかこう接触しているような、干渉しているような、ちょっとそういったことが気にならなくもなくてですね、理想的には金属パーツ一切使わずに全部本当に柔らかい生地だったら楽なんですけども、まあ、そういうふうにオフセットしてくれているという構造になります。でアロフトジャケットに付属してくるインナーはですね、ちょっとまた素材が違うもん、そっちはリアルフェザーなんですけども、こっちはですね、審査レートの、まあ、あくまでこうフィルム状といいますか板状になっている綿が中に入っています。でこのインナーの違いでですね、リアルフェザーなのかフェザーみたいなダウンライクみたいなものなのかっていうのは、ここ全く決定的に違うものなんですけども、まあ、これがある程度シート状になってくれたおかげで中綿が外に抜けていってしまうという、つまり劣化する、機能が低下する恐れがなくなるので、リアルフェザー自然界のものよりもかえって人工的に作ったものの方がある意味では性能が高いんじゃないかなと僕は考えています。アロフトジャケットに付属でついてくるインナージャケットの方が糖質、つまりその蒸れ気を外に出す能力は高いんですけども、保温や熱を一気に体の中にグッと溜める単純な暖かさだけで言うと、僕は人工物の方が暖かいなというふうに思ってます。で毎シーズンですね、串谷の冬物というのは基本的にはこういったインナージャケットが付属でついてくるんですけども、なんならこれを使って例えば他メーカーのアウターを組み合わせるとか、あるいは普通の普段着のコートの中にこれを着ることでめちゃくちゃ一気に暖かくレベルアップさせることができますので、このインナージャケットはこれ単体でもとてもとても活躍するものです。まあ、今季はですねこんな感じのカラーになっております。まあ、腕にはこんなロゴが入ってるんですけども、まあ、首元こういう風にオフセットしています。今ちょっとあったかいのちょっと開けておきますけども、まあ、内側く下にのこういったラインが入ってますよね。こんなデザインになっております。ではアウターなんですけども、これウィンターメニタジャケット、僕は今季このカラー選んだんですけども、こんなに小さくなっちゃうんですね。すごく薄い生地なのにこれでですね、まあ、防風はもちろん防寒性能バッチリでですね、で防水性については生地防水でかなり強いものはあるんですけども、まあ、アロフトジャケットがこの上にある以上、そっちが完全防水のもう最強ジャケット、こっちはもうちょっと気楽に着れるものとして数値だけ見ると十分なんですけども、まあ、大雨ジャブジャブじゃない限りはこれ1枚で走っても僕は全然平気で、ロケでですね、雨具を持っていかないこともあります。先日千葉テレビ放送の週刊バイク TV 大雨確定の日もですね、僕はこれでロケ行ってですね、もちろんこの表皮、この綺麗な、まあ、ベージュですよね、このカラーがもっと濃くなるぐらい染みて色は変わるんですけども、それが貫通して中に入ることがないんですね。それが防寒のために中に入っている防水のフィルムがすごくいい仕事をしてくれている、まあ、防水防風とかそういった能力のあるフィルムがいるおかげで、めっちゃ軽くて着やすくて体こんな全然自由に動かせるのに、僕の体そのものは一滴も濡れることがありませんでした。でこれ前からあるジャケットでもう着てる方いっぱいいるんじゃないかと思うんですけども、まあ、これだけ薄い軽いアウターなのにこんなにあったかいというのが毎シーズン信じられないんですけども、とにかく楽してある程度カジュアルで、まあ、ちょっとアウトドアテイストっぽくこのフードデザイン着たいということであれば、ウィンターメニタジャケットめちゃめちゃおすすめです。とにかく軽いですね。で腕右側には何もありませんが、左側こんな感じなポケットのあるデザインになっています。まあ、かなり薄手のものなので何か大きなものを入れる場所ではないので、デザイン上のアクセントになっているということと、例えばちょっとしたカード類とかそういったものを入れるにはすごく便利かなと思います。で正面ここにもポケットが一つついています。まあ、こういったファスナーのところにもデザインが入っていて可愛いですよね。開けるとここも
こんな感じのポケットになっています。僕のこの手が丸ごと入るぐらい奥まで結構広くなっています。でこのまま正面を見るとですね、こう開けた時にファスナーがさっきのがこうオフセットしているからこそ風や雨が中まで侵入しにくくなっています。でここベロンと広く出てますよね。これ自体も風の侵入をこうやってここが2人になって防いでくれているんですね。だからこのもう1段2段構えになっています。でこれの裏側が胸部プロテクターの取り付けのベース部になっています。で開けるとですね、内側に内ポケついてますので、まあ、大事なものとかここに入れるのがいいんじゃないでしょうか。これもですね、僕のこの手の大きさがこのままスポット中まで入っていきます。まあ、今期なんといってもですね、今まであんまりなかったこのカラーがですね非常に僕は気に入っていていいんですけども、これ例えばグリーンとかブルーとかもっと違う色にするともっと単純にスポーティーな方向にも持っていき終わると思うんですけども、なんとなくちょっとアウトドアっぽい感じというか、普通のコットンの洋服を着ているかのような雰囲気を出したくて僕はこのカラー選んだんですけども、まあ、今期ですね、くしたげ冬物実はこれが入荷一番早かったんですね。そんなこともあって早め早めに冬服を準備する方で予約をしていなかった方はこのジャケットを購入された手にした方が多かったんじゃないでしょうか。今くしたげのお店行ってみるとどのカラーがまだ残っているのかちょっとわからないんですけども、ぜひぜひ試着してみてください。でフードのバタつきが気になるかどうかっていうことなんですけども、そもそも首を一番上まで上げるとこのフードの開口部というのがものすごい狭くて、一番上まで上げちゃうともうこれかぶれないです。もうね、頭越えてくれないんですよ。それぐらいここのフードの輪っかというのが狭くできているので、つまりヘルメットをかぶった時にここから風がこうスッと入ってきちゃう、この侵入口がこれだけ狭いんですね。もう全然かぶれない、それぐらい狭くなってます。なので普段これ閉めてるとですね、ちょうどこのマスクになって口元を覆ってるかのような高さもあって、うっかりマスク忘れちゃってお店に入る時とかこの状態こうやって、あすいませんこれくださいみたいなこともできて、ここの立ちの良さというのは僕は気に入っています。ただこれが結構な前傾性のバイクになってくるとですね、まあ、フード後ろの部分が一緒にこうやって下がってくれるものの、ここの狭さが気になる時があるので、そしたら、まあ、開ければいいと思うんですよね。開けた状態でも中にインナージャケットをきちんと着ていられる寒い季節であれば、この内側をバチッと締め上げてあげれば、これ自体も首元結構しっかりと隠れる高さがあるので、アウターちょっと開けていても大丈夫かと思います。でこれだけ、まあ、ここが開口部が狭いだけにもうフードがバタつくほどの余裕すらないんですね。でフードなしのデザインの方が本当はライディングウェアとしては首元に自由度があったり、まあ、これって飾りパーツなのなくてもいいんでしょうけども、やっぱりフードありのデザインが可愛いんですよね。でこれが動いて嫌だよという方はこういったループがついているので、フードを後ろで固定して止めることもできます。まあ、そういった使い方ができるんですよね。で雨が降ってきた時にこれをかぶって閉めるとですね、わかりますか、ここの狭さ、これもうスキーウェアみたいな狭さですよね。でこれがもうね脱げないんですよ。ここの狭さがだからライディングウェア的にとても便利なポイントと思って気に入ってます。だからなんか歩いてて雨降ってきてもですね、まあ、こんな感じでうー寒いって言いながらも結構この、まあ、帽子のつばと近いところまで前に出てきますよね。これもあって傘いらずで過ごせるのがやっぱりこれ便利なんですね。はい、ということで今日はですね、ウィンターアメニタジャケットを紹介しましたけども、実はですねこれ以外にももう何着もくしたげの新作僕は届いていて、ロケでそれを着用していて着回しをしているんですけども、ここまでの最近の千葉テレビの週刊バイク TV はこれ押しまくってこれ着まくったかな、たくさん着てその素材が多分、週刊バイク TV いっぱいあると思うので、ここからちょっと違うアウターを、ロケなどでは着ていこうと思うんですけども、今季どれもですねかなりなんかこう高級感がさらに増していて、生地の質感そのものが良くなっているんですね。これ自体も牧長のリップストック、こうリップストップこうなんか編んでるかのような立体感、わかりますか、この質感がすごく綺麗なんですよね。それも相まってこういったちょっと大人っぽい茶色のカラーもですね、ベタッと潰れたような感じではなくて柔らかな印象が出てるんじゃないでしょうか。まあ、あと今季のウィンターメリタ、この脇が白く、ここが
取られているというデザインもかなり警戒感が出ていて、まあ、この白との混ざりが一番自然であまりにもスポーティーにならなかったのが僕の中ではこの茶色かなということもあったのでこのカラーを選んでいます。まあ、カラバリ様々ありますのでお好みの一着ぜひぜひ見つけてみてください。でこれ以外のジャケットについてはですね、ちょっとこれまでとは違う撮影の仕方をしてまいりまして、そちらの動画もこれから順次出ていきますので、ぜひですね冬物を探す時のコーディネートの参考にしていただけたらと思えるような、思うようなそんな動画に仕上がっているかと思いますので、ぜひぜひお楽しみになさってください。それでは皆さん寒い冬暖かい服を着て快適に過ごしていきましょう。寒さとか暑さとか無理するものじゃないです。こうやって簡単に解決できるところは簡単に解決しちゃいましょう。そんなわけで次の動画もぜひご覧になってください。あ、このウィンターメーターブラウン特にいいねという方ぜひいいねをしていてください。チャンネル登録も引き続きよろしくお願いいたします。ということで以上レイがお送りしました。